福にチャージ YouTube チャンネルをご覧の皆様こんにちは。会員カードがあるのでいつも同じスタンドで給油してます。案内人の M です。ガソリン代は割と気にしてます。サポート担当の A です。はい、ということで本日持ってまいりましたのはこちらの車、日産ノートです。ちなみにマイナーチェンジ前のモデルなんですけれど、どうかお許しください。本日は試乗企画となっております。ね、こちら日産ノート言わずとして出た日産のコンパクトカー、そして e パワーを採用した車ということで、燃費もいいよね、走りもいいよね、そんな魅力が詰まっている車となっております。今日乗っていくのはこのノートの肉のモデルです。でこのノートで本日はちょっと郡山市の方まで向かいまして、この福島市から郡山市まで往復約100キロぐらい、この区間の中で実際ガソリン何リッター使って走るんだいというところをですね、お伝えしていきたいなと思います。福島市に住んでると割と郡山行くことが多いんじゃないかななんて思うんですけれど、そんな時ですね、いくらぐらいガソリンかかってんだろう、いくら値段かかるんだろう、そんな話をですねしながら今日は実際に確かめていくという回になっておりますので、どうぞお付き合いください。それでは行ってみましょう。はい、ということで、走り始めていきます。いつもだったらですね、この走り始める前にドライブモニターのリセットをかけて燃費情報とかをですねゼロにするんですけれども、今日はまず最寄りのガソリンスタンドに行ってですね、満タン給油をいたします。今回の動画は満タン法で、燃費を測っていくというよりは何リッター使ったのかっていうところをですね重視して見ていきたいなと思っております。まあ元でもお話ししました通り、福島市に住んでるとよく郡山に行ったりするんですけれど、 A さんは郡山って行く機会あります？出身が郡山なので、はいはい、たまに帰ったりはしてます。ああ、まあでもたまに帰るぐらい。はい私週2で郡山行ったりすることあるんですよね。まあ郡山に私がよく行く場所があるというのがあったりはするんですけれども、まあ割とですね、福島県内、福島市、郡山市に住んでる方って、ここの往復、福島郡山間の往復をする機会多いよっていう方もですね、なんか結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。で、まあ、福島県に住んでる方だけじゃなくてですね、普段のこう生活の中で、まあ、こう、市と市、町と町をこう、行き来する中で、大体往復100キロぐらい走るよっていう機会がですね、ちょくちょくあるよっていう方多いと思いますので、そんな中で、じゃあ具体的にこのノート、肉のノートですね、どのぐらいガソリン使ってんだよと、こんなに結構言ってるけど、あ、意外とお金かかってんだなってなるのか、あ、このぐらいの値段で往復できんだってなるのかっていうところですね、見ていきたいなと思います。ちなみに、A さんは普段郡山に行くときって、はい、下道高速どっちで行きます？私は下道で行きます。あ、下道高速全然使わないです？使わないですね。あ、そうなんですね。私はよくやってしまうのが、全然片道1時間ちょっとぐらいの男なんですよ。なんで下道で行ったっていいんですけど、なんかこう行きは下道で行くんですけど、帰り、ああ、疲れたなと思って、めんどくさいから高速で帰ろうってやったりすることもあります。まあ、基本的にはですね、もう今入りました国道4号線、ここを曲がることなくひたすら南下していくと郡山に着くんですけれど、ちょこちょこ信号なんですよ。で、結構混みがちなポイントってあるんですよね。そういうところを避けるために、よく私は高速で帰ってきます。はい、それでは最寄りのエネオスですね、ガソリン給油してまいります。はい、では満タン給油いたしました。ドライブ情報をリセットいたします。はい、ちなみにノートですね、給油後ドライブ情報というものもありまして、こちらですね、名前の通りです、給油をすると自動的にリセットされるドライブ情報というのがあるので、まあひとまずは今日はここで見ていってもいいかなと思っております。で、先ほどの話戻りまして、私よく行きは一般道、帰りは高速道路っていう使い方したりするので、まあ今日私の、なんか私の普段の生活でやってしまって申し訳ないんですけれど、行きは一般道、帰りは高速道路の福島、郡山間往復をご覧いただきたいなと思います。はい。で、本日ですね、条件としては外気温が30度、エアコンの設定温度24度のオートで、走行モードがエコモードで走ってまいります。で、ただご覧いただいて分かる通りですね、
なんか雲行きが怪しいっていうか、小さい雨粒落ちてきてるんですよね。この後コンディション的には路面濡れた状態になっていくかもしれないな、なんていうところで行きます。で、本日乗っておりますノート e パワーの肉のモデル、カタログ上の平均燃費 A さんいくつですか？ノートの燃費は WLTC モードが 28.4km で、市街地モードが 27.8km、 郊外モードが 31.1km、 高速道路モードが 27.1km です。すごっ、ノート、あれノート郊外モードリッター30超えるんだ、すごいな。そうしますと、今日とりあえず行きの区間はまあ郊外と言っていいんじゃないかなっていうところで、帰りはまあ高速道路なんですけれど、どうだろう、なんか目標燃費どんくらいだろうな。で、一つあらかじめお伝えしたいのが、今おります福島市から郡山市は標高差が結構あります。福島市内がスタート地点だいたい標高 5,60m ぐらいで、郡山市になると標高がですね 250m 超えてくるんですよね。 200m 以上郡山市に行く間で登るというところで、行きの区間は燃費は上がりにくいです。で、どうだろうな、今日の目標燃費郡山までの区間で、でも郊外モードで30キロ超えでしょ、せめてリッター27ぐらい行くと嬉しいな。ちなみに A さん普段乗ってるルークス、はい、リッター何キロぐらいで普段走ってます？今の平均燃費は 20.6、はい、くらいですね。20キロちょいぐらい、はい、結構細かい数字で来た、 20.6 キロ。確かいつも見てますね、燃費。定期的に見たりはしてます。さすがエコ運転に愛されてる方はですね、普段からよく見てらっしゃる。まあでも今ですね、普段車乗ってる方いつも燃費見てるよっていう方も多いんじゃないでしょうか。ちなみに私はそんなに見てないんですけれど、私乗ってんの仙台の T3 新潟エクストレイルのハイブリッドモデルで、まあ街乗りメインなんでリッター13、4ぐらいですね、行っても14かな、なんていうところだったりはします。まあ、このノート、そう考えると私の車の2倍ぐらい走るんじゃないか、ノート、すごいな。 A さん乗ってる軽自動車のスーパーハイトワゴンタイプルークスですけれど、乗ってるのは肉、私の肉です。肉のターボついてないやつ、ついてないです。ですね。で、リッターも、でもそれでもリッター20キロ超えで走ってるんで結構いいなって思うんですよ。それがですね、まあこのノートは軽々とそれを超えてくるんじゃないかなと、そんなところも期待しながら今日は走っていきます。でも実際いくらぐらいかかってるんだろう、ちょっと A さんの予想聞こうかな。今日の計測で実際ガソリンいくら分ぐらい使うと思います？まあ最近のガソリン、ちょっとまあ入れるスタンドにもよってもちろんガソリンの値段変わってきますけれど、だいたい160円後半から170円前半ぐらいかな、今1000円くらいかなと、はい、往復1000円で郡山往復できんだったらいいだろうっていうようなところですかね。私の予想は、100キロでしょ？やっぱり700円。買います。700円です。700円にします。私も今700円って答えようと思ったんだよな。700円、じゃあ650円にしときます。はい。はい。この変更が吉と出るか、凶と出るか、すごい私もフィーリングで適当に喋ってるんで。そのぐらいでいくといいなということでですね、ひとまずはここ国道4号線福島市から二本松市のあたりまでは、信号機全然ないんですよ。バイパス区間になっております。そんなところをまずは、雨降ってきたけどちょっとエコ運転心がけながら走っていきたいと思います。はい、4号線をひた走ってまいりまして、ただいまいるのが本宮市ですね。本宮に入ったところです。
ここまでの間、まあ、道路割と混んでたということもあって比較的スローペースで、ね、走ってきましたら、ここまで福島市を出まして走行距離が 24.6 キロ、まあ、概ね中間地点ぐらい、平均燃費はリッター 21.1 キロです。もうちょっと伸びてて欲しかったなというのが正直なところですね。で、走行時間が33分となっております。で、ただし福島市からここ元宮市ぐらいまで来るとおおむね上りの区間は終わりになるのかな。ここからはそれほどアップダウンないんじゃないかなと思うので、もう少し燃費伸びていくことを期待したいなというところです。でもどうだろうな、こっから郡山まででギター27、8ぐらい行ってくれるとちょっと嬉しいところなんですけれど、思ったほど伸びてないというのが正直な感想ですね。で、今日郡山市に着いた段階では給油はしません。完全に往復しての福島市に着いた時の最終、燃費と一緒に何リッター給油したかというところをやりたいと思うんですけれども、今ここまで走ってきてのノートの感想は、乗り慣れすぎてしまって、新しい感想は出てこないんですけれども、でもやっぱり楽ですよね。乗り心地も硬すぎない走りですし、ね、e パワーということで走り出しスムーズです。で、今ちょうどですね、信号で止まることも多いような区間に入っておりまして、信号待ちの間とかもうエンジン回らないんですよね。信号待ち中、これエンジン回ってるとその振動を感じたり音を感じたりっていうのをするんですけれど、それがありませんというところが一つですね、 e パワーの魅力です。停止中も停車中も快適だよっていうところなんですよ。で、なおかつここまでの区間、私エンジン回ってるとか回ってないとか全く意識しないで走ってきたんですけれど、走行中も静かだしね、走ってて、まあ、割と、この4号線のこの区間、ロードノイズも大きめのところなのかなっていうところもあって、乗ってて、あ、今エンジンかかったなとか、今かかってるなとかって思うタイミング全然なかったんですよね。で、1個、申し訳ございませんの、訂正なんですけれど、私今日乗ってるこのノートですね、2駆だと思い込んでたら4駆でした。本当に皆様申し訳ない。そりゃ思ったより燃費伸びないよねっていう話もあるかもしれません。ここまでの間もテロップでいっぱい訂正入ってたと思うんですけれど、改めまして A さん、この4駆のノートの、カタログ燃費を教えてください。WLTC モードが 23.8 キロ、はい、市街地モードが 22.8 キロ、郊外モードが 25.8 キロ、高速道路モードが 23 キロです。おー、やっぱ2駆と4駆で改めて結構燃費に差が出るなって思います。5キロぐらい変わってくるのかな。おー、だと郊外モードでリッター25キロちょいだから、それで考えると今の平均燃費はなかなか悪くないぞ。悪くない。そしてですね、改めて A さんに聞きましょう。今日の往復区間、だいたいいくらぐらいのガソリン代で来ると思います？870円。刻んできますね。はい、870円。私は800円かな。はい、はい、で、予想を立てたいと思います。はい、こちらですね、エネルギーモニター、見ていただいて分かる通り、バッテリーが今どのぐらいこう溜まっているかなというところと、あとエンジンが回るとですね、今エンジン回ってますよ、で充電してますよとか、その電気の流れが見えるようになってるんですけれども、で合わせてここを見ることによって2区か4区かが分かります。今もう出てますね、バッテリーからタイヤに向かって青い線が伸びてるんですけれど、これが前輪後輪両方に向かって伸びています。だから後輪にも電気ついて回ってるから、あ、これ4駆だーっていうことに私は気づきました。はい、ほんと恥ずかしい。2駆4駆で言ったらもちろん4駆の方がエンジン回るタイミングっていうのは多くなってくるんですけれど、それにしてもいや、回んないんだよな。まあ、ここまでの区間も、当然、バッテリーだけで来たわけないので、エンジン回ってるタイミング多かったと思うんですが、今 A さんに寄りで見てもらった間も、エンジン回りませんでした。
エンジン回った、今一瞬回ったのが分かったけど、あでもやっぱりすぐにエンジン切れるな。でここから結構あの動画でも伝わってますかね、今上りの区間なんですけれど、こういったところもエンジン回らないんですよね。バッテリーの電気だけでとりあえず賄ってくれている。こう回らない。で今日スタート地点からですね、ある程度距離も走ってきているので、こうエンジンの温度が安定していたり、あと車の中もエアコン快適な温度保ってくれてますので、そういったところで電気の使用量っていうのは少なくなってくるんですけれど、にしてもで今ちょっと時速50キロ超えたぐらいのところでエンジン回り始めましたが、そうなってくると、はい、全然エンジン聞こえてこないんですよ。ロードノイズが勝っているからっていうところで、まあそれだけロードノイズは入ってきてるという意味でもあるんですが、本当にですね、エンジンの存在感っていうのは慎重に気にしてないと分かんないです。滑らかな路面のところでエンジンが回ってると、まあ確かにちょっとこう音は聞こえるかなというのはありますけれど、静か。4号線走ってきまして、住所はもう郡山に入っております。でこの先でですね、この4号線をそれて、あれは何号線になるんだろう、県道になったんでしたっけ、ニーパッパだ、そうそう、288号線、福島県のローカル話なんですけれど、郡山市のこの4号線ですね、朝霞のバイパスって、書いてあるんですけど、まあ大抵みんな4号バイパスって呼んでたんですが、この4号バイパスって今走ってるここニーパッパが4号線で、今曲がんなかったらまっすぐ行ったら4号バイパスだったんですよ。それが、正式にこちらのバイパス側が国道4号線に変わって、でそれたこちらは国道288号線に、変わりましたよというところがあります。 A さんご存知なかった？なんか名前が変わってたのは知ってましたけど、はい、なんかここら辺、ここの区間はあまり走らないですね。まあ確かに、ちなみにもうちょっと詳しくここの道についてお話をすると、郡山駅の方向に行くんだったら、4号線をそれてこちらに行った方が早いよっていう、そんな場所になってたりします。あーで国道でちょっと思い出したんですけれど、これ A さんにも言ってなくて、動画ネタとしてこんなのもいいなと思ってたのがあるんですよ。はい、福島県の国道を端から端まで走る企画、何個くらいあるんですか？あ、何個だっけな、20個ぐらいあったような。え、それ1日？いや、なので、1本ずつ走ります。あーですよね、はい、ちなみに福島県内を走ってる国道といえば4号線。はい、4号線。 A さん郡山出身なら絶対知ってる、よく使う国道なんだろう。私なんか国道何号線っていう認識はあまりしてなくて。あまりしてない。でも4級って言いません？ああ、それは分かります。はい、国道49号線。はい、はい、福島を、東西にまたがってる、国道ですね。国道49号線とか、あと普段福島市から土湯温泉行ってスカイライン行ったりするときに走ってるのがあれ115号線です。あとはいわきの方を走っている、海沿いを走っている国道が6号線。あ、はい、はいはい、などなど国道っていろいろあるんですよ。例えばこの国道4号線なんて、東京から青森まで抜けてるんですけど、その区間全部走るのは大変なので、福島県内の区間だけ、まあ、端から端まで走ってみるっていう、企画をやったらどうだろうなってちょっと思ってて、1個調べたんですよ、面白いとこないかなと思って。そしたらありました、国道459号線。これウィキペディアで調べたら、至極大変な国道って紹介されてました。4号級で至極大変。それはどこにあるんですか？はい、こちらですね、福島県側のスタート地点が浪江町なんですけど、浪江町からずーっと二本松に抜けて、そこからさらにずーっと一回115号線と459号線の共通区間があって、
で、そこから裏バンダイの方に抜けてって、あれはレイクラインが459かな。レイクライン通って、そこからずーっと裏バンダイ走りの北方に抜けて、さらに新潟方面に伸びているという、そんな道もあります。あの、浪江からこうずーっと走ってくる間も、あの、まあ山道。で、裏バンダイ、まあ、あの、裏バンダイに行くあたりは、そんな、大した道じゃないんですけど、大した道じゃないっていうのは大変な道じゃないんですけれど、まあそっからまた北方からの、あの、新潟に抜けるルートがなんかちょっとくねくねしてるなーみたいなところで、そこを走ろうかなって、ちょっと、こう、Google マップでね、見たりしたんですよ。そしたら、459を、ずっと福島県内だけですけど走ろうと思うと4時間半ぐらいかかります。そんなにかかるんですか？かかりますというような、そんな話もあったりして、まあでも国道端から端まで走ろうと思うと福島県内とはいえ結構面積ありますので、まあどのルートもまあまあ時間かかるなと思ってます。皆さんどう思います？なんかただ単純にその国道じゃあ何号線を今日はひたすら走りますって言って、あとその道中のなんか気になるスポットとかを紹介したりとか、そんな話になるかなと思うんですけど、見たいですかね？コメントお待ちしております。お待ちしております。